クイーンエリザベス空母から F-35B 戦闘機での墜落事故は衝撃が走りました。原因究明は今も続いています。今回、この F-35B をなぜ韓国が欲するのか詳しく見ていきます。韓国にはすでに F-35A 戦闘機がアメリカから納品されていて稼働していますが、あまり飛んでいるところを見たとか、見ないとか。中華製バッタモンを装備する始末。これでは、もう、開いた口が塞がらない。2021年夏。アジア太平洋地域への長期間の派遣任務を与えられたイギリス海軍の航空母艦クイーン・エリザベスは多艦艇らと空母打撃群を構成し、日本を含む多数の国々との合同軍事演習を複数地域、回数で実施した。これらのメニューを終えて、一路本国イギリスへの帰路についていたクイーン・エリザベスらの空母打撃群だったが、その途上の地中海において、艦載機の F-35 ライトニング 2B 型1機が墜落したとの報が流れた。当初は、アメリカ海兵隊とイギリス空軍の2つの F-35 ライトニング 2B 型の飛行隊を、クイーン・エリザベスは収容しているため、どちらの所属機かも不明だったが、後に、これはイギリス空軍の機体だと判明した。そして、この、クイーン・エリザベスの F-35 ライトニング 2B 型の墜落事故の瞬間を捉えた、わずか16秒ほどの映像が、インターネット上に流れ出し、そこに映し出された内容のあまりのあっけなさが、注目を集めている。この映像を見ると、クイーン・エリザベスの艦首部分のスキージャンプ台に向かって、およそ、素人目にも、これから離陸するとは思われない、恐ろしく緩慢な速度で、県の F-35 ライトニング 2B 型1機が進んでいく。そして、その F-35 ライトニング 2B 型の機体が、スキージャンプ台を登り切り、離陸せず自重で落下しようとした瞬間に、キャノピーが開き操縦者が脱出、紅白のパラシュートの一部が、艦首部分に引っかかる様子が収められていた。この F-35 ライトニング 2B 型の墜落事故の原因は、機体の空気吸入口にかぶせてあったプラスチック製のカバーを離陸の際に外し忘れ、そのカバーをエンジンが吸い込んでいることに搭乗者が気づき慌てて緊急脱出した模様だ。この映像が流出した11月30日以後もイギリス軍側は正式な事故原因についての発表を何ら行っていないが、映像を見る限り離陸体制に機体が入った時点で動きが遅く、何らかの異常を搭乗者が感じていたことは間違いなさそうだ。この原因だと囁かれているプラスチック製のカバーについては、映像上からは視認できないものの、アメリカから世界の F-35 ライトニング 2B 型の飛行トマソチ等が出されていない点からも、初歩の人為的ミスの可能性が高いと見える。はじめに、このニュースが飛び込んできた際には、今、まさに、護衛艦、出雲、や、加賀、の航空母艦化回収と、F-35 ライトニング 2B 型の宮崎県のニュータバル基地への配備を、現在進行形で進めている、日本への影響も懸念された。しかし、イギリス軍には、多少失礼かもしれないが、単純で初歩的な離陸時の準備上での人為的ミスということであれば、日本への影響はなくて済むだろうと、少し胸をなで下ろした方も多かったのではないだろうか。ただ、今回流出したイギリス空軍の F-35 ライトニング 2B 型の事故の瞬間の映像とは、クイーン・エリザベスに乗艦している人物しか撮影不可な映像なため、我々、一般市民にとっては、貴重な情報だが、軍の機密保持の面からは問題がありそうだ。そこも踏まえて、今後、イギリス軍側がどのような事故報告を行うのか、
また、墜落発生後には、場所が、地中海だけに、敵対国、まあ、具体的には、ロシア等の国々に、自国機を奪われないように警備しているとされていたので、その続報も気にはなる。そんな F-35 ライトニング2をめぐる、衝撃の墜落事故だが、お隣の彼の国では、また、別の政治的問題から、同機の行方に注目が注がれており、こちらは、こちらで、同国の朝鮮日報が10月に報じた記事の内容が、大きく波紋を投げかけている。朝鮮日報が報じた内容は、韓国も導入している通常滑走路使用の F-35 ライトニング 2A 型について、2015年に搭載する 25mm 機関砲用の弾薬提供の契約をアメリカと締結したものの、2018年までその認証を得られず、今現在もその実弾は入手できていないという。韓国が F-35 ライトニング 2A 型の実戦配備を始めたのは2019年3月からだが、2020年5月に、先の 25mm 機関砲用の弾薬としては、訓練用のものが約5万5000発ほど入手できただけで、それから1年半近く経過しても、実弾の入手はできていないということらしい。ただ、インターネット上でも、そもそも F-35 ライトニングには高度なステルス性能を生かし、敵に発見される前に空対空、空対地巡航ミサイルを運用するための運搬ツールであって、有視界戦闘を想定した機関砲の是非を問う声も多い。まあ、F-35 ライトニング2の開発を行ったアメリカのロッキード・マーチン社自らが、同機をゲームチェンジャーと、称しており、従来の戦闘機の枠に収まらないウェポンキャリアと説明しているので、確かに、機関砲は、今更な感は拭えない。しかし、朝鮮日報が、機関砲の弾薬問題で、意味軸も指摘したように、韓国側の F-35 ライトニング2の導入に関しては、当初60機とされた A 型を、日本が、護衛艦、出雲、や、加賀、の航空母艦化改修を打ち出した後、そのうちの20機を B 型に変更するなど、一貫性がない。そもそも、韓国内でも、そこまでして F-35 ライトニング2 B 型を入手し、国産の軽空母を建造するという構想については、これを疑問視する声も多く、了解も狭く、最大の脅威は、地続きの北朝鮮という、現実に合致していないとの批判もある。F-35 ライトニング2の場合、通常滑走路使用の A 型の航続距離は約 2200km、兵装も約 8.1 トンだが、短距離離陸、垂直着陸を行える B 型は、その特殊な構造から、航続距離約 1660km、兵装約 6.8 トンとなっている。この点の航続距離と兵装量の減少は、対北朝鮮に向けた戦力として見た場合、どう考えても A 型を削減し、膨大なコストを費やして軽空母を建造、あえて B 型を艦載機にするメリットが韓国には薄いと唱える良識派も存在している。そして、そうした中でも、最も頭を抱える問題とされているのが、F-35 ライトニング2の定期的な整備をどこで行うかという点で、本来であれば、日本の三菱重工業者の愛知県の南小牧工場に置かれたファー庫で、かつ、MRO&U 拠点が想定されていた。FACO とは、F-35 ライトニング2の最終の組み立て、及び検査を行う施設であり、MRO&U 拠点とは、随時内容をアップグレードしていく方式の同機に対して、必要な重整備と、その更新作業を行うことを目的に設置された施設のことを指す。
この日本の三菱重工業者の愛知県の南小牧工場に置かれたファーコーカネネル MRO&U 拠点は、アジア太平洋地域の北半球の F-35 ライトニング2を担当し、同南半球は、オーストラリアのウィリアムズタウンに置かれた MRO&U 拠点が担当する。このため、日本の MRO&U 拠点は航空自衛隊のみならず、在日、在韓アメリカ軍の F-35 ライトニング2や、韓国軍の同機も、ここでの重整備が見込まれていたが、韓国が、日本のそれも、徴用工問題等で敵視する、三菱重工業者のそれを受け入れることはなかった。こうなると、韓国軍の F-35 ライトニング2は、オーストラリアか、もしくはアメリカ本土のテキサス州フォートワースに置かれた、MRO&U 拠点まで出向くしか、手段がないが、それらの場所までは、少なくとも、3日以上の移動時間が必要となってしまう。この明らかに、合理性を欠いた韓国軍の F-35 ライトニング2の重整備問題は、横たわったままだが、一時期は、同国への MRO&U 拠点設置を求める声も出されていたが、アメリカがこれに応じることはなく、ただ時間のみが経過している状況である。